はい、今回は二千二十四年五月二十二日に国会で山本太郎さんが岸和田にのとの状況を伝えた完璧で感動的な話、こちらを考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。あのこの国会のですねやり取り見た方も多くいらっしゃるかと思うんですが、やはりね国民のことを考えてくださっているのは山本太郎さん令和の議員しかいないとまあそう思う感動的なね場面でした。 でこの皆さんもこちらの内容を見た方がい,あのいらっしゃると思うんですが、まあ、結構です、ね、思った人が多分いる意見で,です、ね、このなんか議長がいるんですが、この議長が完全になめてるんですよね、桜井という議長ということなんですが、まあ、そのことは最後にお伝えします、でまあ、どういうことかということと、あと僕もこの能登の件をです、ね、一般人ですけど、調べていて分かる話があるので。 まあこの山本太郎さんのまあお話のまあ補足ということで、分かる限りお伝えしていこうと思うので、今回もよろしくお願いいたします。まあ、あのいろんなことをですねえまあ思うまあ人がいて、大体多くの人が、僕もそうですし、多分リスナーさんもそうだと思いますが、この山本太郎さんのですねまあ答弁を見てると、感動する、ここ心打たれる、こ言葉に心打たれる、そういったことが、そういった方が多いんじゃないかと思いますね。 日本国民のことを考えてくれる政治家というのはほとんどいないんですよ、今のこの日本においてね、売国だらけですから、その中にまあ令和の議員の方、特にこの山本太郎さんですね、この国会でのまあやり取りで、本当に国民のことを考えて、 えまあくれていると思いますだからあのもちろんですね、えー、まあどういうことかっていうのは、ね、人それぞれ考えは変わるのかもしれませんが僕はこういうふうに思ってるんですけど山本太郎さんとは多分一人でもですね、えー、残っている限りその避難所とかも開けておこうとかってそういったまあ人情ですよねそういったものを持ってる方だと思うんですよ。でそういった方がもう議員でなければ日本なんて良くなるわけがないんですよ。実際今回の話の中でも出てきますがもう切り捨てっていう感じになるわけじゃないですか。 だからなんでそうやって切り捨てになるのかっていうと、一人でも残っている人ももう見捨てるっていう感じじゃないですか。だから一人でも人が残っている限り、ちゃんと避難所も開けといて、だから義理人情ですよね。そういったまあ日本国民に必要なもの。で、ましてそういった時のために税金を日頃から取ってるわけじゃないですか。だからわけはわかんないですよね。僕たち国民からしたら。税金は日頃から取って、税収はあるわけ。まあ税は財源ではないから関係ないといえばそれまでですけど、で、こういった時には、 金がないからとかなんか知りませんけどわけのわかんないことを言って話にならないわけですよだからこのね義理人情そういったものを山本太郎さんに感じますし多分リスナーさんもそう思ってらっしゃるんじゃないかと僕はあの見ていていつもそう思いますねうん。 だから国民から税金は取るが国民のことを助けない、それが自民党、まあ、自民、公明、だからもう自民、公明に投票してはいけないんですよ、こういったことから国民がそういうことを認識しないといけない、でまあ、今回山本太郎さんが話して、まあ、い,い,あのいらっしゃる話なんですが、まあ、僕も調べたんで、まあ、その調べた内容ですね、まあ、皆さんにお話ししようかと思うんですが、 今、5月の下旬ですが、3月のまあ下旬に、で能登の,のまあ避,難まあ避難者の受け入れとか、そういったもののまあ区切りになったんですよね。全くこれがおかしいんですが、どういうことかというと、自主避難所が閉鎖されて、二次避難所を受け入れられる施設が終わったりとか、そうなると住まいがどうするかということで悩んでいる人が多くいた。だから、つまりここで切り捨てをしたわけですよ、う。ん 仮設住宅に入れなかった場合仮設住宅を申し込んだが入れなかった場合どうしたらいいのかっていうね避難所がなくなると困るってそういった人たちの声があったんですがそういったことを無視してえ切り捨てたんですよねうんだからこういったことを山本太郎さんは多分調べてえ分かってらっしゃるから国民のことを考えて発言されて、ね、ええくれるわけじゃないですかね今回の山本太郎さんがおっしゃってる、まあ、主に水の件と食べ物の件ですが あトっというのはこの断水がまだ全然解消されていないんですよ、で家っていうのは全壊、半壊とかって言われてますが、半壊って言っても、水、断水の問題が解消されていないから、どうにもならないじゃないですか、その状況下において、ね、自主避難所が閉鎖されてしまったんですね、3月末で。だから、能トって今、どうなってるか、僕たちにはわからないわけですよ。 この自主避難所が、えー、まあ3月の末でしあの閉まってしまって、そこにいた人たちはどうするのかっていうことで、えー、まあその時から言われていたと、能登、えー、の,の揺れから3ヶ月経っても断水はまだ解消されていない、その状況下で避難所を出なければいけないって、で家に帰っても家は半壊って壊れてるわけでしょで、どうにもならないわけじゃないですか、で水が止まってるわけじゃないですか。 どうやって生活しろっていうわけですよ。あの、同じ僕たち、日本国民として、ね、能登に、能、え、登、ー、にいる、あの、被災地の方に、うん、むちゃくちゃじゃないですか。で、こういった状況においても、岸田は助けないんですよ。岸田と長谷ね、自民党と維新の会っていうのは、全く助けないわけですよ。で、えー、まあ、そういったようなことが、まあね、ニュースっていうか、今回の山本太郎さんの話ではないですけど、ニュースに出てるんで。 まあ、亡くなった方がまあ244人いるとかって言われているんですよね、えー、まああのいろ,いろんな関連するもので亡くなった方が244人いて、えー、まあ3ヶ月経ってもね避難所は8100人もいる、そして、えー、断水がまだ続いているということで。うんでこの 山本太郎さんがおっしゃってるちょっと難しい話なんですが、自宅にえまあ引き込む配管のえ修理があもうほとんど難しい状態になって、で、能登の方は不自由な生活をしているっていうことなんですよね。だそれを山本太郎さんが岸田にえお願いしてくれてたんですよ。しかし岸田は全く無視をしていると。本当にね、僕たち国民からしたら許せないとしか思えないですけどね。今回あの山本太郎さんのですね、その国会のやり取りを見ていて、まあ本当に 能登の,のことが分かってるっていうのもすごい、えー、国民のことを思ってくれてる、えー、すごい、えー、共感をしてくれる議員っていうこともそうなんですが、多分国会で,です、ね、山本太郎さんはどうやって、えーまあ、その岸田とか官僚が出てくるかっていうのも分かってたんでしょうね、だから今回の,その映像を見た方、いらっしゃると思いますが、最初は山本太郎さんは一度岸田にです、ねまあ、あお礼っていうか、まあ、するんですね、だけど、岸田が実は能登のことについて何もしていないということを分かってるんでね、当然調べているんで。 で話を別の人間に振ると、してないというか分かった瞬間に、その岸田の考え、えーね、自分がお礼したことを否定するんですけど、まあ、そういったことも多分考えていらっしゃったんじゃないかと思います、だから、能登の被災地の方が生きるか生きられないかの瀬戸際にいるということで、そこに、ね、寄り添わない岸田のそのあり方を山本太郎さんはきちんと否定してる。 うんでえー、何が必要なのかっていうのを伝えてくれてる。しかしそれをやらないんで、本当に見ている僕もリスナー様も、ね、何、えー、て言うんでしょう、憤りを感じるっていう、えー、そういったあ、まあ、内容というか、そういったことです。で、山本太郎さんがあの話された話をね、えーまあ、お伝えしますと、さっき僕は最初に水道の件をおっしゃって、山本太郎さんもそれをおっしゃったんですよ。 ノートの揺れから142 14日経ったが、多くの家の蛇口から水が出ない。この水の件ですよね。うん、でこの水の件について、まず言ったと。岸田っていうのは、そのやりとりの中で、本当に、まあ、皆さんも思われると思うんですが、何かがあるといちいち手元のペーパーを見るんですよね。手元のペーパーなんて見るなよ。考えてわかるだろう、うん。意味が分かんねえな。何から何まで、官僚が用意したものを見たけど、答えらんねえのか恥ずかしいと思わねえのかって。 で山本太郎さんんがそれを言うんですよねペーパーを見ないで、えー、まあ、ね、えー、全力でそういったものをやってると約束してくださいって言うんですけど別にそれすらも言わないんですよだから多分ですけどこれは僕の憶測ですよ山本太郎さんはこういうふうに話を振ったらあ国会がこういうふうに多分進むんじゃないかっていうのを分かって多分それまで考えて準備されてるんじゃないかなとだから他のね、えー、全く考えないもう議員とかどうしようもないバイク部のもう本当もうねもう何て言うのかないるところがもうまるっきり違うと本当に感動 するところです、すすでで山本太郎さんはこの水の水についておっっしゃったんですよでちょっとまあ難しい話なんですが、まあ、その水道業者が来るのに、要するにお金が高いっていうことで、なかなか業者が集まらないということで、そのことをあのおっしゃって、えー、県単価の2万6000円で、えー、奥のどまで出張する県内の事業者は厳しいということで、えー、金額をまあ倍にしてくれということをまあ言ったわけですよね。 で今のままではだめだということで、この宿泊費用を出すって言っても、泊まるところがないっていうことを言って、だからこの宅地内漏水って言うんですが、国の公共事業で国がお金を持ってくれっていうことを言ったわけですよ。だから、あの断水の状態でですね家の中に水が通ってなかったら暮らせないじゃないですか、そういったことをきちんと言ってくれてるわけですよ。 で、今度この何ていうのかな？水と食べ物なんですよね？で、これは僕はね。山本太郎さんの話をあの見て初めて知ったんですけど、あのまあ、お弁当とか食べ物とかその食料の供給っていう。まあことなんですけど、まあその？ 1, 1日、えーまあ、2, 食必要1食かすい2500食必要、で、えーまあ、3食で7500食必要ということなんですが、自衛隊の炊き出しが1640食で足りていないということなんですよねで。この3月の下旬に、この、ねえー、避難所の件もそうですが、3月23日、自衛隊を炊き出しが撤退してしまったとっいうことなんですよ。むちゃくちゃじゃないですか。 断水の状態で家はあね、えー、住めない状態になってる、水は通ってない、自衛隊の人の炊き出しもないで、その被災地の方、どうしたらいいんだって話ですよ。で、山本太郎さんがあ民間と自治体の努力で、えーね、最,最大2600食のお弁当を提供していたんですが、あお弁当が5分の1になってしまったっていうことなんですよ。で、理由は食中毒の可能性があるからとかって言ってるんですが、わけわからないじゃないですか。 自衛隊をき出しに夏になると行くんで別にその食中毒になんてならないんですよ。だから明らかにこのノートの人をね何て言うのかなあ敷いてあげているとしか思えないんですよね。うん、でこの仮設住宅でえまあ、避難してる人の数が減って自宅に戻るって言ってもねえ戻ったところで食事をどうするのかっていうまあ高齢者の方もいらっしゃるっていうことでね。うん、でこのまあ何て言うんでしょう。 その市内の店とか飲食店っていうのは全く、ねえー、その復興が進んでないと無理じゃないですか,だから経済が回らないんですよその能登って経済どころではないんですよで仕事をなくしてる人もいるしお金っていうのは、ね、月3万円か4万円って厳しいじゃないですかでそういった方たちにお弁当を渡していたんですが今回から何かあ、まあ、そのルールっていうのが変わって半回以上の人にしかお弁当が渡せなくなったっていうようなことでで、えー その何ていうのかな、このちょっと地理っていうか地図が分からないんですが、あもう来るっていうにしても、中心部から遠い人たちっていうのが、あ車かな、車で片道40分あのかけてくるのに、実質来れないっていうことで、えー、山本太郎さん、この時に、えー、おっしゃったんですね、今やってることは事実上の切り捨てって、だから、1人でも残っていたらね、えー、そ,のその人たちが困るじゃないですか。 でその1人でも残ったら助けようという考え方がね、えー、そのおな何ていうのかな、被災地の方を助ける、そういったことになるんですが、岸田とかは切り捨てるっていう考えなんですよ、だから一向に人が困っても無視ということですよ。で、山本太郎さんは、能登の,の家の蛇口から水が出るようになるまでは、2600食のお弁当は続けてほしいということを言って、国でサポートしてほしいって言ったわけですよ。 でさらに、えー、ちょっと難しいんですが、お金っていうわけではなく、1日あたり1000円の金券を出して、えー、その地元の経済を回るように、えー、してくれっていうことを言ったんですが、多分ですが、岸田はこれはしないんですね、わざと。 岸田の背後に宗主国、米の力が働いて、ですねその能登の土地とかを安く買い叩こうと、多分してるんでしょう。で普通で考えれば、岸田っていうのはそうなのに、反対っていうかね、国民のことを考えるんですが、売国土岸田っていうのは全くそういうことをしない。能登の復興支援をする気が全くないと。うん、で今まで2600食あったお弁当が500食になって、食事を食べれない人がいるわけじゃないですか。本当に生きていけないわけですよ。 でそのまあ、知りませんけど、財政とか、ね、その金の話をするんだったら、だったら、その金券を配って、その能登の、能、ね、登の,の地元の経済を活性化すればいいということを言って山本太郎さんが言っていただいたんですが、山本太郎さんは何度も国会で、ね、それを岸田にお願いするんですが、そのお願いしてるところに、この委員長がね、このわけのわかんない、この委員長が、櫻井っていうわけのわかんないやつが、もう答えないでいいですとかって言ってるんですけど、いやいやいや、おめえに言ってねえよ。うん おめえに言ってねえからって、国民はそう思ってますから、山本太郎さんが岸田に言ってるわけですよ。で、岸田は本来は答えるところが、必要があるんですがあ、岸田も答えず、で、あのこれ、誰か SNS に投稿してたんですけど、このね、桜井っていう委員長はつだっていうことなんで、え岸田と2人でツボつながりなんですね、ふざ,ふざけてるなって。ででちょっと本当にあのまあ、それで この委員長が答えないでいいということで、今回はね、途中で終わってしまったんですが、ちょっと山本太郎さんに関して感動したところがありまして、その国会はですね、もう答えないでいいってこの委員長が言って、岸田の答えずに終わったんですけど、その国会が終わってもなんか少しカメラが回ったときに、山本太郎さんは岸田にお願いしてましたからね、あのまあ、総理お願いしますってそしたら岸田は笑ってはいと答えたんですよ。何がおかかしいいんだって思いますけどね僕たち国民からすりゃ 岸田といいね、この委員長といい、わけわかんない、桜井とかっていうのでいいね、全く日本国民のことを考えてないんですよ。国民のことを見下してるわけですよ。だからこういうやつらに、ね、政権をやらせてはいけないんですよ。自民党の政権交代が絶対に必要です。で逆に令和が政権の中枢に入ればね、困ってる日本国民一人でもね、助けようって思ってくれるわけですから、僕たち日本国民の生活が良くなるじゃないですか。 自民党が政権の中枢に入っていれば国民生活悪くなる一方ですよ、本当に生活できない、えーね、もう未来が近づいていると、本当にそう思います。この桜、ね、井という委員長と本当にふざけてますね これ多分結構見た方は思ったんじゃないかと思います。僕は思いました。な,なんだこいつって思いますからね。つ、う、ぼ、ん、の議員が、ツボの人間が、つぼつながりで裏でやっていたと。本当に、うん、日本を良くするのはね、令和や本ンタさんしかいないと。本当に今回も思いましたっていうことで、ちょっと今回はですね、この能登の件について、まあ、調べて思ったこと、あとまあ5月22日の国会について思ったことをお話しいたしました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。今回はここで終わります。 失礼いたします。